リューンオーク、この子が桜花だ。見えるか？ええ、よく見えます。あなたにとても似て、瞳がとても澄んでいますね。すまないな、異物を中に入れて。異物などではありませんよ、羽生。少なくともリューンの血を引く以上、同調の処理にそれほどの支障はありません。そうか。それに、もうこれがおそらく最後になるでしょう。ですから機能が正常である間に、あなた以外のリューンを招き入れることができて本当によかった。私の活動限界がそろそろ近づいてきました。長らくあなたの支援を行ってきましたが、残念ながらお別れの時が来たようです。そんな。寂しくなるな。結局お前には主らしいことなど何もできなかった。むしろ助けられ、教えられることばかりで。許してくれ。そんなことはありませんよ、羽生。いえ、あえて最後にこう呼ばせてください。ヤソムール・ジェダ。お察しの通りです。私はあなたの母、先代のヤソムール・ジェダの人格の一部を引き継いだもの。故にあなたを守り、時にはあなたを諭して、その道を違えぬように導くことを役目としておりました。だったらなぜ？正体を黙っていたことはお詫びします。ですがこれはあなたの母君の指示でした。あなたの意識を私一人に向けさせないため。私の正体を知ればきっとあなたはもっと私を頼り、そしてそれ以外のものに目を向けようとはしなかったでしょうから。すまない。いえ、すみません、母様。私はずっと。いいのです、ヤソムール。あなたは本当に今までよく頑張った。私たちはあなたのことを心から誇りに思います。だからこそこれからは自分のための幸せを大事に思って生きていてもらいたいのです。はいはい。この剣も長らく私の分身としてあなたの力となってきましたが、もう今のあなたには必要のないものでしょう。ですから返していただきますね。はい。
このライノスは私が機能を停止した後も一部の機能を残しています。この件もまた必要とあればあなたの呼び出しに応じるでしょう。でもできればそんな事態が永遠に来ないことを私は祈っています。母様、もうこれで思い残すことはありません。ヤソムール、いえ、羽生、どうか幸せに。待ってください、母様。あなた様のお名前、実はリクが考えてくれたのです。私の名前と同じように。最後になって申し訳ありませんが、聞いてくださいますか。はい。竜王、それが私の友柄、そして母様の名です。良い名でしょう。ええ、素敵です。ありがとう、羽生。いつまでも幸せに。お元気で。